それじゃあ始めましょうか。進め方はエナナンさんに絵を描いてもらって、それを僕が動画にするっていうやり方でいいですか？はい、大丈夫です。じゃあよろしくお願いします。あ、でもエナナンさんが絵を描いてる間、僕の手がちょっと空いちゃうから、よかったら最初にラフを描いてもらえませんか？それを元にどういう動画にするか考えていこうかなって思うので。ラフスケッチってことですよね。わかりました。あ、でも悩んだら一緒に考えましょう。好きにやっていいって言われたら僕は結構悩んじゃいますし。ありがとうございます。でもちょっとだけイメージが湧いてるから、ラフならすぐ描けるかなって思います。本当ですか？よかった。じゃあできたら教えてください。それまで僕も曲を聴いていろいろ考えておこうと思います。わかりました。じゃあできたら連絡しますね。一旦ミュートして作業します。とりあえずどう進めるか決められてよかった。動画を作る時っていつも一人でやってたからな、なんか変な感じだ。よし、ラフができるまでは僕もイメージを膨らませていこう。はあ、やっぱりすごい曲だな。キューたちの曲って苦しいとか辛いとか、そういう絶望的な気持ちの解像度がすごく高い気がする。辛くて声も出ないって感じがするな。激しいのに静かで突き刺さるみたいな感じだ。これを動画にするなら僕は、アミヤさん、ラフできました。え、もう？あ、ミュートを外さないと。早いですね。こんなにすぐできるなんて思いませんでした。いつもはもっと詰まるっていうか全然出ないんですけど、 K さんの曲のおかげかもしれないです。あ、今送りますね。どんな感じになったんだろう。前の絵がすごく良かったから期待しちゃうな。あ、女の子が叫んでる絵。そっか、こういう絵になったんだ。僕のイメージとは結構違うけど、でもいい絵だな。訴えかけるものがあるって感じだ。どうですか？もしかして気になるところとか？いえ、すごくいい絵だなと思いました。本当ですか？よかった。じゃあ早速この絵のイメージで動画も考えていきますね。エナナンさんはこのまま詰めていってもらって大丈夫です。A メロはここでワイプさせたらいい感じになりそうだな。あとは、なんだろう、 B メロとはあんまり合ってないような。どう見せればいいんだろう。エフェクト入れてみるとか、乗せてみたら雰囲気変わるかも。叫んでる女の子を上から黒く塗りつぶすエフェクトを入れて。ダメだな。ここだけ別の素材入れるっていうのも手だけど、そうするとサビともつながらなさそうだし。それらしくはなるんだけどな。前みたいに気持ちが乗らない。それこそ
絵の許可をもらうのを忘れちゃうくらい没頭できたのに。これは何か違う気がする。エナナンさんに話して。でも、本格的に書き始めてるだろうしな。それに。今までだって、ずっと、そうだった。僕の思ってることや、感じたことや、したいことは言っても。あの、アミヤさん、いますか？え？あ、はい、います。どうかしましたか？その、ラフのことなんですけど。え？だからその、さっきアミヤさん、ラフを見せた時に一瞬間があったじゃないですか。もしかしてあれって、私の絵に納得してなかったからじゃないですか？え？小さい頃から描いてたから、ちょっとはわかるんです。なんか違うなっていう、そういう反応。さっきは気にしすぎかもって思ったんですけど、でもなんか、多分そうなんじゃないかなって。それは、その、納得してないっていうか、僕は絵のことは全然わからないですし。別にわからなくてもいいんです。私はアミヤさんがこの絵をどう感じたか聞きたいんです。僕が、どう感じたか。僕は。っていうか、いいって思わないならそうだってはっきり言ってくれませんか？もちろん、全然ダメって言われるのは死ぬほど嫌ですけど。でも、ダメなのにお世辞でいいって言われるのはもっと嫌なんです。正直に言った方がいいのかな。この曲を聴いて感じたことを分かってくれるかどうかは分からないけど、本当にたまに僕の苦しさを分かってくれる人もいたから。これはただの僕の感想なんですけど、この子が叫んでることにちょっと違和感があったんです。なんでですか？その僕がこの曲で感じたのは、叫ぶことすらできない苦しみみたいな、そういうものだったから。叫ぶことすらできない苦しみ。だから僕はこの女の子は叫んでるより、無理して笑ってるような子にした方がいいかなって思ってて。無理して笑って…なんか、ピンとこないな。あ、やっぱり、そうだよね。すみません、今の話は忘れて…アミヤさんはなんでそう思ったんですか？え？だって、苦しい時って、痛いじゃないですか。痛くて痛くて、この痛みをどうにかしたいから必死で動いて。でも、どうにもならないから、叫ぶしかない。私は、この曲がこんなに激しいのは、そういう理由だと思ったんです。あ、なるほど。その感じは、確かに、わかるかも。僕も、そういう時があったな。傷つけられるたびに、どうして僕がこんな目に遭わなきゃならないんだって、心の中で、ずっと叫んでた。エナナンさんも、きっと、
そういう苦しみを抱えてるんだな。でも、痛くても叫べない時もあると思うんです。ずっとずっと痛いと、もう全部どうでもいいやって、そういう気持ちになることもあるなって。それで痛みを忘れるために楽しいことに逃げて、でも痛くて、そんなだから叫ぶ力なんて残ってない。あ、余計なことまで話しちゃったな。楽しいことに逃げて、でも痛い。その、すみません。今のは完全に僕の主観だから。その感じも、ちょっとわかるかも。え？でもそれなら、この激しい曲調はどう解釈したの？私は叫び声だって思ったんだけど。これは心の中の嵐みたいだなって思ったんだ。本当は言いたいこともあるし、それこそ叫び出したいのに、誰もきっと分かってくれないって諦めちゃって、でもそれでも消せない、そんな自分の中の思いなのかなって。なるほど、そういう受け取り方もあるんだ。確かにそれもイメージつくな。でも最初に書いたのとは全然変わるし。分かってくれるんだ。そういえば僕もさっきエナナンさんの感じてることをぴったりとじゃないけど理解できた。でもなんでだろう、僕とエナナンさんの感じたことは違ったのに。あ、そうか。僕たちはどっちが正しいわけでも間違ってるわけでもないんだ。僕とエナナンさんは今まで感じてきたものが違うから、ケイたちの曲の受け取り方も違う。でも多分エナナンさんも僕と同じようにすごく苦しい時があって、だから本質的にはすごく近いのかもしれない。それならお互いが感じたことをどう表現するか一緒に考えてみない？え？一緒に？はい。MV って曲に絵を一枚合わせるだけでも作れるし、歌詞をそれっぽく動かすだけでもできちゃうけど、僕たちがキエの曲を聴いて感じたことはきっともっと複雑で、キエの曲を聴いたから生まれた気持ちもあって、だからそのうまく言えないんだけど、僕たち二人がちゃんと考えてることを合わせないと MV がちぐはぐになっちゃう気がしたんだ。っていうかシンプルにそこも一緒に話し合って考えた方がいいものができるんじゃないかなって。いいものが、うん、そうだね。誘ってくれた K のためにもいい MV にしなくちゃね。うん。あ、なんかいつの間にかタメ口になっちゃってましたね。すみません。お、そういえば、でも、もうこのままでいいんじゃない？そうだね、このままでいっか。じゃあ、表現したいことはこれで大丈夫？
静かな叫び、だね。うん、それならイメージできる。そうすると、表情から全部変えていかなきゃな。これじゃ気持ちが強く出すぎてるし。うん。悪いけど、もう一度ラフからお願いできる？オッケー。っていうか、全然悪くないでしょ。え？いいもの作りたいって思って、最初から作り直すのは別に悪いことじゃなくない？うん、そうだね。あ、ならラフを書いてもらう前に一つ決めておいた方がいいかもね。え？何を？この子の静かに叫ぶほどの苦しみをどういう形で表現していくかっていうこと。もちろんエナナンの絵一枚で表現してもらうのもいいけど、でも動画なら動かすこともできるから、少し物語仕立てにした MV にして表現することもできるし。そっか、確かにそうだね。さっき方向性を話してる時に思ったんだ。多分私とアミヤの感じてることは違うけど、でも何か大切なものを否定されるみたいな、そういうところは同じなんじゃないかなって。だからそういうのをうまく表現できたらもっと良くなるんじゃないかなって思ったの。モチーフになるものとか。そうだ、この女の子に箱を持たせるのなんてどう？箱？うん、その箱が大切なものなの。それでその大切にしてる箱をね、誰かに取られたり踏みつぶされたり価値がないって言われたりしちゃうの。あ、なるほど。それで箱の中身は見る人に想像させるんだね。そうそう、そういうこと。そのアイディアすごくいいよ。大切なものを否定されたことがある人なら気持ちを重ねやすいし。あ、どうかした？あ、ちょっとしたアイディアなんだけど、その箱にリボンをかけてみるのはどうかな？リボン？うん。その箱がすごく大切なものだってことがわかるように。それにその方が可愛いでしょ？ってこれは僕の個人的な感想だけどね。リボン、リボンね。いいと思う。じゃあラフを書くけど、もしかしてこれ動きも一緒に考える必要あるのかな？そうだね。ラフを元に僕が絵コンテを切って、それから絵を本格的に描いてもらうのがいいかも。なるほど。じゃあちょっとやってみよっか。ありがとう。それじゃあラフお願いね。Kの曲の苦しさと優しさ、僕たちが MV として表現するなら。どうですか？まさか、こんな風に形にしてくれるなんて思わなかったの。すごく、いいと思いました。前のものも良かったですけど、それよりもっと。よかったです。やったね、アミヤ。うんうん、エナナのおかげだよ。
何回も書いてくれてありがとう。お二人ともすごく仲良くなられたんですね。ああ、まあ、作ってたらいつの間にか。そういえば、調整入れたい場所とかってないですか？色調とかまだ変えられますけど。いえ、大丈夫です。この MV からは、お二人が曲を聴いて感じたことを全力で表現してくれたんだと、そう感じました。ありがとうございます。ねえ、ケイ。うん。それで、実はもう一つ話したいことがあるんです。ん？アミヤさん、エナナンさん、これからも私たちと一緒に作っていきませんか？